のぞみでございます。今パイル島石垣空港にいます。今与那国から来まして、今の時刻がですね、何時かな、9時46分です。今日はですね、ちょっと路線バスに乗ってバスターミナルの方まで行きたいと思いますね。石垣空港でございます。以前はですね、もう1年前ぐらいになるんですけども、カリー観光、離島ターミナルまで直行バスね、ワンコイン500円で乗りましたけど、今日ちょっと路線バスに乗ってね、こう各駅にね、停車する路線バスに乗って、バスターミナル、三崎町のバスターミナルまで行きたいと思いますので、よろしくお願いします。天気ね、晴れですよ、晴れです。そしてここにはですね、なんと大きい大じゃこがございますのでね、今から、路線バスの方に乗りたいと思います。で、路線バスのバス停ですね、に行きたいと思うんですけども、もう至って簡単でございます。石垣空港ね、出口2つぐらいしかないんですけども、出て、左ですね、左に行くと路線バスのバス停がありますのでね、こうですね、はい、よいしょ、止まってますね。東運輸ですね、東運輸でね、これバスターミナル行きでございますね。はい、こちらね、ここに時刻表を書いております。だいたい30分に1本かなっていうね、感じになってきております。そしてずっとまっすぐ行くとですね、あちらカリー観光の直行バスになりますね。直行バスでございます。はい、直行バス、直行バスはね、途中バス止まります、停車でしませんのでね、直接行かれる方は離島ターミナルの方へということで、あとここファミリーマートもありますね。ここ国際線のターミナルになります。国際線のターミナルになりますね。はい、ということで今ちょうどねバス止まってるんで、乗っていきたいと思います。バス乗りますね。はい、何時発なんかな、多分10時発なんでしょうか。10時発でございます。これにね、乗りたいと思います。じゃあ乗っていきましょう。じゃあ今バスに乗車しましてね、一番後ろに乗ってきました。ね、お客さんは、僕とあと一人でございます。10時ちょうど発だと思いますね。車内このようになっております。おおよそね、バスターミナルまで大体30分から、40分ぐらいになると思います。はい、運賃がね、多分540円だと思いますね。はい、で、東運輸のね、路線バス、ちょっと運転手不足ということで、ちょっと減便してる便もありますのでね、ちょっとご注意くださいね。はい、ということで出発まで待ちましょう。まあ晴れてるのでね、結構車窓もね、楽しみながらね、行きたいと思います。まもなくバス発車ですけども、バスの座席の後ろにね、こういう QR コードあります。一番左が東バスね、真ん中が安永観光、離島航路、そして一番右が西表交通ということで、真ん中ね、QR コードね、読み込みますと、このように安永観光のね、いろんなこう観光プランとかもね、乗ってますのでね、ちょっと参考にしてみてはいかがでしょうかね。ちょっとね、バス乗りながらね、ちょっと見るのもいいかと思います。で、こちら東バス、こちらね、ちょっとタップすると東運輸のホームページになりますね。はい、これ多分いろいろ時刻表とかね、書いてると思います。参考にしてみてくださいね。で、一番右が西表航路ですよね。はい、こちらもサービス案内とか、いろんなこれ観光コースとか、レンタカー、山猫レンタカーの先発とかね、などなどございます。タクシーは今休業中って書いてますので、まあ、こういう情報がですね、得られますので、よかったら、ね、車内でゆっくり見てみてはいかがでしょうか。さあ10時になりまして、今出発でございます。帝国通り出発ですね。石垣空港10時に出発です。
ターミナル直行バスの方で満席でした。立ち席でいっぱいで、こっちガラガラなんで逆にこっちの方が良かったかなと思いますけど、すごかった今明るい観光。さあ止まっていきます。絶賛2人でございます、はい。まず空港出るとですね、レンタカーですね、レンタカーステーションとか、結構レンタカー会社が、ね、入っているところがたくさんあるんですけど、なかなか今日も日差しが強いですね。バスですね、今白穂ですね、白穂集落の方にね、今向かって走っていっております。次のバス停がね多分白穂だと思うんですけど、はい、いいですね。なんかいつも夜中でバス運転するんでこうやって乗るのもいいですよね。
で今度はですね、三栄前ですね、三栄前とかですね、あのマックスバリューのあるところですね、もう本当あの島の人たち御用達のお店でございます。以前は結構三栄とかマックスバリューで、あの船積みですね、船積みしてたんですけどね、一応石垣でね、日用品買うときはやっぱり三栄マックスバリューとか来ますね。で、エディオンね、エディオンです。で、三栄前ね、停車しますね、降りる方がいらっしゃるのと三栄前停車になります。あ、そうそう、あの三栄の建て替え工事で、あの和風亭が今ございませんので、ご注意くださいませ、はい、三栄前で、今の時刻が、10時26分ですね、まあ、あと多分15分ぐらいでね、着くと思います。平井東のバス停通過です。さあ今の時刻は10時35分ですね、次のバス停が博物館前ですね、もう八重山郵便局とかも近いですね、僕あのいつもグランシャン八重山に泊まってるんですけど、最寄りのバス停、こちら博物館前にあります、下車徒歩2、3分ぐらいですね、はい、ちょうどここエネオスね、あるじゃないですか。博物館前停車になりますね、はい、あちょうどここあの駐車場ですね、はい、今ですね、八重山郵便局のところですね、上がりまして、はい、そしてもう正面の、交差点が730交差点になるんですけど、もう次、離島ターミナルになりますね。離島ターミナル、今10時37分ですね、今730交差点の交差点で、止まりました。はい、こちら隣のホテルで、グランビューのね、新しいホテルがザ・ファーストホテル、ここもあのランチレビューやってるんで、ね、730交差点通過になります。ちょうどね、川田お土産通過になります。離島ターミナル入ってきました、ターミナルからバスターミナルまで数なんですね、はい、あの東運輸の車庫にもなりますので、
40分でバスターミナル到着になりました。終点です。到着になりました。ありがとうございました。40分で着きましたね。はい、こちらがね、伊東バスターミナル待合所ですね。このような、ここでもね、販売機にてって書いてますね。ここから空港行く方はね、事務所の中に兼販売機あるので、そこで買ってくださいということです。着きました。さあ、ということでございまして、今日はですね、パイの島石垣空港から、路線バスに乗って三崎町にあるバスターミナルまでやってきました。ちょうど約40分で到着になります。運賃が540円です。ちなみにカリー観光の伊東ターミナル直行行きのバスは500円なんですけど、今日見たら満席だったんで、まあ僕は路線バス乗ってお客さん少なかったんでのんびり来れましたけども、はい、まあ、途中でね降りる方は、途中のバスで降りる方はもちろん路線バスの方がいいんですけども、まあ、バスターミナルとかですね、離島ターミナル直接来られる方は、まあ、どちらのバスで乗っていただくかっていうね、感じになってきております。まあ、今回の動画はですね、まあ、石垣島に初めて来られた方向けの動画だと思います。もう何回も来てる方はね、もう分かってるよっていう感じになってきますけども、今日は久々に路線バス乗って結構ワクワク感楽しみながらあっという間に着きました。ということで、今回の動画は以上となりますので、よかったら東美の路線バスに乗ってみてください。以上となります。ありがとうございました。